ちい店長ですね。私が YouTube のバタ友になってくださいで、いつもお世話になっている、居酒屋さんの店長なんですけれども、リエスさん、こんにちは。こんにちはです。運動会楽しすぎました。運動会がこんなに笑えるものだったなんて。リレーでは一体何人が転んで髪を振り乱して立ち上がり、一生懸命生きてきたおばちゃんならではの必死な走りに、私たちギャラリーは感動して涙腺崩壊でした。とにかくぐちゃぐちゃに笑って泣ける運動会でした。富士花鳥園メンバーは大阪でもまたドラマがあって、さらに絆が深まりましたよ。ね、ちい店長、富士花鳥園の一泊二日のところにも参加してくださって、その参加してくださった20名のメンバーが未だにこう連絡取り合ってね、こういろいろこうみんなでワイワイやってくれてるんですよね。本当に嬉しいですけれども。リエさんとスタッフさん、スマイルママさんのおかげです。楽しくて嬉しすぎて大笑いしていると、人って幸せすぎて感謝が溢れるんですね。忙しい週末に連休を取る私を楽しんできてくださいと心よく送り出してくれた職場のスタッフさんの顔を大阪にいる間に何度も思い出しました。私は今どんなに恵まれているんでしょう。今まで何度も失敗して人に迷惑をかけて恥と罪悪感で潰されたこともたくさんあったけど、今この瞬間が幸せなら過去は全部正解。リエさんはたくさんの人の過去を正解にしてるんだ。すごいな。運動会でお会いしたバタ友さん、声をかけてくれた方々、ありがとうございました。私たち最高だね。楽しかったね。リエさん、スタッフさん、スマイルママさんに感謝。そして自分と周りに感謝。過去に原始人に感謝。今回の運動会もリエさんはオーラ全開で神々しく、これ神々しくっていうのは神々しくでの、断るごとにおばさんたちを叱りつける姿は本当にかっこよかったです。叱られるようなことをするおばさんばかりでしたけどね、本当に。体中の筋肉痛を噛みしめては運動会を思い出しています。私ギャラリーだったけど、わはー。本当にちい店長の大玉転がし、あれだけで筋肉痛になった。あんた何やってんの本当に。改めて言う、あんた何やってんの本当に。今日も目の前の人と笑って働いてきます。リエさん、私たちは幸せです。というね、もう本当に嬉しい。いや、なんかこう、私たちは幸せですって書いてくれてるこの最後の言葉が本当に嬉しくて、いやー、ありがとうございます。もうなんかね、こんな風にね、こう書いてくれたことが本当に嬉しいし、幸せですって言ってもらえたことが本当に嬉しくて、なんか、私、やっぱりこうやってね、バタ友さんもそうなんですけれども、私がこういう何かしらのイベントをやりたいって言った時に、いろいろ応援してくれてるね、手伝ってくれているスマイルママのスタッフもそうですし、お手伝いしてくださる方、一緒にやってくださる方、そしてバタ友さん、みんなが幸せな気持ちに幸せになってほしいなと思ってやってて、んで、そんな中でこうやって私たち幸せですって書いてくれたことが嬉しくて、ほんでこれをね、読みながら思ったのがね、私ね、いろいろやる中でね、こうみんなに幸せな気持ちになってほしいなって、ね、この参加するだけじゃなく参加した後も、なんかこう幸せやなっていう風になってほしいなと思って、てたんやけど、これね、よう考えたらね、私が皆さんに幸せにしていただいてるんだなっていうことを思ったんだよね、本当に。なんかこうね、なんかどっかでこうみんなを幸せにしたいなとか言って思ってたけど、思ってんねん、今も思ってんねんけど、いや待てよと、私みんなに幸せにしてもらってるやんっていうね。いや本当に私毎日すごく楽しくて毎日幸せなんですよ。これってみんなにしてもらってるんやっていうのをね、改めてこのちい店長が書いてくださったことで改めて感じ取れたかなって、感じ取れたってことちゃうな、改めて思わせていただきましたという感じです。ちい店長ありがとうございます。
いや、なんかね、ちい店長はね、よくね、ちい店長のお店をお借りして撮影することがすごく多いので、結構ちょこちょこ喋ったりもするんですけど、そんな中でやっぱりこう、ちい店長、まあ、そのお店の店長として私と接してくれてるのか、なんかこう、バタ友さんというよりも、ちい店長として私と店長として接してくれてることが多くて、だと思うのね。んで、この前ね、そのギャラリーとして来てくださって帰りに握手するやんで、私もなんかこうちょこちょこ会ってんのに握手してサイン渡すのと思って、あれやねんけど、ちい店長が帰りにね、すっごい目に涙をいっぱい溜めてたんだよね。なんかね、それがすごく嬉しくて、なんか言ったらバタ友さんの中では一番お会いする回数が多いの、お世話になってるからね、お店を借りて。そんな中でも、なんか運動会が終わった後にね、目に涙をいっぱい溜めるぐらい、なんかその運動会が楽しいっていうふうに思ってくれたんかなと思ったら、それも非常に嬉しくてですね。で、またこんな素敵な、コメントも書いてくださってありがとうございます。本当に、ちい店長、コメントありがとうございました。ということでね、本当になんかこう、改めて幸せです。ありがとうございます。ということで皆さん、今日もいい日になーれ。絶対になる。絶対にする。今日もありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。ベルマークもね。コメントもお願いします。完璧ですか？はい。はい、バイバイ。